名刺をアップデートして NFC タグでプロフィールページにリンクします。名刺を魔改造する。古来から伝わる名刺というカードを作ります。日本での名刺の一般的なサイズは 55×91mm です。サイズはこれより小さくてもいいのですが、大きいと名刺入れやカードケースに入らないので渡す方も受け取る方も不便になってしまいます。その上で名刺は紙じゃなくてもいいし、規定のサイズからはみ出してもいいんです。特に印刷物は手に触れるものなので、その手触りで紙を選んでもいいです。ここでは名刺に NFC タグを埋め込んでいきます。 NFC タグって NFC タグには様々な形状があります。実規格サイズのプラスチックカードやその3分の1のサイズ、丸いものやシールタイプもあります。 NFC は近距離無線通信のことで、スイカやイコカで使われているフェリカのようにスマホと通信が行えるものです。これから iPhone で NFC ツールスのアプリを使って NFC タグの情報を読み書きしていきます。まずは何も情報を書き込んでいない NFC タグを読み込んでみます。 NFC タグには固有の ID 番号があるので、それぞれの NFC タグが別のものとして認識されます。なので複数の NFC タグに様々な機能を割り当てることができます。ショートカットアプリ iPhone でショートカットを開いてオートメーションを設定してみます。プラスをタップして NFC を選択します。スキャンから NFC タグをスキャンして名称をつけます。すぐに実行にして実行時に通知をオンにします。次へ進んでアプリを開くを選択します。アプリの部分をタップして、ここではサファリにします。完了したら設定は完了です。先ほどスキャンした NFC タグに iPhone をかざすとサファリが開きました。さらにこれで特定のウェブページが開くように設定します。今作成したオートメーションはテストなので、スワイプして削除しておきます。リンクインバイオ、先ほどのショートカットで作成したオートメーションは NFC タグの固有 ID 番号を利用して、あくまでもその iPhone 側で動作するものです。それに対して NFC タグ自体に設定をして、 iPhone をかざすと自分のプロフィールページが開くように設定していきます。リンクインバイオのページを作る。SNS のリンク、プロフィール、バイオグラフィーなどをまとめたページはリンクインバイオと呼ばれます。自前でデザインしてコーディングしてもいいし、ウェブサービスを利用しても OK です。リンクツリーやリットリンクが有名ですが、ノーションでも作成できます。まずはリンクインバイオを作って URL を取得しましょう。 NFC ツールス、 iPhone の NFC ツールスアプリを開いて書くをタップします。レコードを追加から URL を選んでリンクインバイオの URL を入力します。追加したら書き込みから NFC タグに情報を書き込みます。NFC タグに iPhone をかざすと確認のバナーが表示されて、タップするとリンクインバイオにアクセスできるようになりました。 NFC タグのプラスチックカードに印刷して名刺にしてもいいし、既存の名刺に NFC タグを貼り付けることもできます。